今年度も総監督を務めます柿本でございます。昨年のことはすっかり忘れました。今年のスーパー GT は新しいレギュレーションのもと、車、エンジン、タイヤの戦いでありますが、実は最後は人間の戦いであります。ここにいる凛々しい顔をした、侍たちですね、この侍が一丸となって必ず今年はチャンピオンを奪還いたします。ぜひ期待と応援をお願いいたします。ありがとうございます。柿本さん、ありがとうございました。続きまして、全選手を代表してニスモ松田継夫選手、ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。今シーズン、モチュールローテック GTR から、参戦することになり、とても光栄に思ってますし、やりがいも感じています。ワークスドライバーということで、かなり責任感のある、仕事だと思いますが、今年のテーマとして、速さ、そしてチーム一丸となり、チャンピオンを勝ち取ることです。このテーマを、必ず実現できるように、ロニー選手と頑張っていきたいと思っています。そしてですね、僕が、このワークスチームに乗れるのも、パナソニックインパル GTR から、6年間、星野監督に、育てていただきまして、本当にこの場をお借りして、星野レーシングの皆さん、そして、星野監督に本当感謝をしつつ、素晴らしいレースをこれからも見せていきたいなというふうに思っています。僕ごとはここで終わりにして、いよいよ2014年シーズン新しいレギュレーションとして、この後ろのある、GTR が、皆さんの場で、レースをしますが、この車を開発した、ニスモの、スタッフの皆さんが限られた時間の中で素晴らしい車を提供してくれています。ここにいる全ドライバーが毎戦トップを取れるように結果で恩返ししていきたいと思っていますので、皆さんぜひ、サーキットに来て応援に来てください。よろしくお願いします。松田選手、ありがとうございました。以上、今年活躍が期待される日産系チームをご紹介いたしました。2014年も日産系チームへの熱いご支援、そしてご声援をどうぞよろしくお願いいたします。以上をもちまして、2014年の日産モータースポーツ活動計画発表会を終了いたします。それでは引き続き、宮谷、金子、田中を加えた本日の全出演者揃ってのフォトセッションを行います。